い、あーどうも、香川といえば、はい、鬼ヶ島一体どこの自分の中の鬼をね、はい、退治目指すはあれですか。あの謎の大仏。大仏なのか鬼なのかどっちみたいな感じで。ちょっと周りもわちゃわちゃしてますけど。行ってみますか。じゃあどっちもねコンプリートしたということで行ってみましょう。行ってみましょうか。なんと。音声が途切れて、ここからはナレーションでお送りします。ここは確実にバスでは行けない場所。やっぱり電動自転車がベターでした。目的地まであとわずか。あの石像は鬼なのか大仏様なのか、一体どっちなのか。どうやらお坊さんでした。これは石像でなく銅像らしいです。戦時中銅が不足していた時にお家やお寺から銅を回収していたが、なんとこの銅像存在を隠し続けられていたんだって。メキシコだけどその濁音みたいなのをつけて、あれだよね、これ風よけだよね、絶対冬の風をしのぐため。あ、そうなんだ、やっぱり。なんいつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。